西洋ゲバックスセンパーバイロンス西洋ゲバックスセンパーバイロンス西洋ゲはゲかツげ属の常緑性低木。庭木や街路樹としてよく用いられる。ボックスウッドとして知られている。樹高は1から8メートルで、開花期は3から4月。耐寒性、耐火性があり、煙にはやや強い。繁殖は挿し木で行う。幼児、 半ヶ月を好み、日照が強すぎると早けすることがある。葉は楕円型から東卵型で明るい緑色をしている。単葉で湖成し、虚子はない。陶器に寒さに合うと山吹色や茶色に紅葉する。水はけの良い土が適している。葉巻虫、ゲの名画の食害を受ける。地中海沿岸や西アジアに自生している。本州九州に植栽される。 高知県は秋市の須藤信義氏が北米より持ち帰り、繁殖栽培し、全国へ普及したと言われている。1970年代から利用されるようになった、比較的新しい造園木。放火力があり、刈込に耐えることから、池垣などに多用される。他に、街路樹、庭園樹、公園樹、花壇の縁取り、トピアリーとして利用されている。容易に移植できる。 材は緻密で固く、印材、串などに利用される。英語で、箱を意味する、名詞ボックスは、ラテン語のバクシス、さらには古代ギリシア語のパイウプシロンクサイに由来する。さらにこの語は、本種、西洋ゲを指すパイクサイから派生したものである。それは、古くから細工物に使われ、本種の材で作られた小箱を、ピュークシスと呼んだものが、後に、 小箱一杯を指すようになったのである。ありがとうございます。